出張料理の森山チャンネル。今回も出張料理の余り物です。まあ余り物じゃないのもちょびっとありますけど、基本余り物。食材の構成としてはですね、出張料理で使ったサラダほうれん草、これさっとバターソテーするつもりです。で、これはですね、ビビンバとか石焼きビビンバみたいに甘辛く煮た和牛、A5 ランク和牛もも肉の端材、焼いた端材で炊いたもの。で、こっちも、ですね、これ出張料理というよりも違う動画で撮った時に出汁を取ったけど、昆布を久しぶりに煮てみました。で、これは、玉ねぎのスライス以外は出張料理で余った、菜の花、パプリカ、あと赤大根を刻んだものを合わせてます。それに、これは出張料理のあまりじゃないですが、ライス。これで何を作るかというと、ちょっとですね、あんまり色がおすすめできる空気感じゃないですけど、この和牛の A5 ランクのもも肉をスライスしたもので作る俺のローストビーフ丼というものを作ります。まあ、いつものことながらここに紹介してないやつもトッピングとかでちょろちょろ出るかもしれませんが、まあ、それは後ほど。では、点火します。まあ正直言うとですね、これサラダほうれん草なんで、このままでもいいんですけれども、本当に軽く炒めます。で、塩味とかも、何でしたっけ、そのビビンバのやつとか、ビビンバっぽい、ひき肉を甘辛く煮たのとかあるんで、塩何もしません。とりあえず、さっとです。もう、さーで、はっきり言って、今回の調理工程、他のやつも本当あるんですけど、それはちょっと、私の都合で、作ってる工程は見せてないというか、ないというか、とりあえずこんな感じだよっていうので、見せられればと思います。もうこれで、ここで、はい、入れました。そして、はい、シャッシャ、はい、これで終わりです。サラダほうれん草です。はい。じゃあ、これから盛り付けていきまーす。じゃあまず、サラダほうれん草。見てください。たったあれだけでも、ここまで炒まります。これを。まあ、サラダで食えますからね。まあ、普通のほうれん草もあんな感じで、あとは結構この、サラダの関係で余熱で、それなりにいってしまう部分もあるんで、ちょっとこう、なんですか、ちょっとこう、周りに広げる的な空気感で、盛ります。そして、電子レンジでチンしたご飯。別にこれ、炊きたてご飯でもいいんですけど、とりあえずこの、電子レンジでチンしたご飯が余ってますんでね、これで、ちょっとこう、不自然感をなくします。これ普通に、ご飯寄せる分には多分自然になるんでしょうけど、この、冷たいやつチンするとね、なんか不自然感満載なんで。はい。こんな感じで。いかがでしょうか。はい。そしてですね。これですね。ちょっと色が良くない部分もありますけれども、余り物なんで、そこら辺はちょっとご了承で、こうですね。まあ、そうは言ってもですね、これ A5 ランクのもも肉ですから、お肉の味としては最高です。これでこうですね。こうやって、こう持っていきます。じゃあこれこうじゃなくて、こっちにしとくかな。はい。こうですかね。こんな感じで。はい。これで終わりましたら、ここに、ちょっとですね、この、こうですね、この、昆布をですね、煮た昆布に、まあ、本当はこの昆布を煮るときにちょっと使った、干し椎茸もこうあるんで、ちょっとこう、昆布ですね。こんな感じで入れさせていただきます。
はい。そして、これがもう、石、ビビンバとか石焼きビビンバでもある、もう、甘く煮た、甘く煮たそぼろ。同じ肉です。これの焼いた端っこをもったいないんでね。煮込みました。こんな感じです。それに、まあ、隠れてはしまいますが、彩りで、ドワーン。ドワンと、うわ。こんな感じですね。彩り。はい。こんな感じです。彩りで、ね。で、あとはですね、またちょっといやらしいですけど、この昆布。昆布を煮たタレをね、ちょっと、ここに、さらに、ごま。ごまを、よよ、潰しながらの、潰しながらの、うわぁ、いやあとは、はい。これでですね、まあちょっと絵的にどうなの、ちょっとこうした方がいいのかな。これで、出張料理の余りで作る A5 ランク和牛もも肉のローストビーフ丼の完成です。これから試食に入ります。